皆さんこんにちは、タネプラ大輔です。今回はソニーさんの、RX-02 というものが、届いたので、それをねご紹介したいと思います。とりあえずお見せします。改めまして皆さんこんにちは、高倉大輔です。今回はですね、福島の方に今来ておりまして、地域的にはね猪苗代っていうところに来ていて、猪苗代はあの磐梯山とか浦磐梯とかあの山があって、湖もあの結構ねあったり沼とかもあったりするようなところなので、どんなところなのかちょっとね見てみたいと思います。はい、ということで湖にせっかく来たので痛いだよ。せっかくなんで足だけ入って、このねカメラもねちょっと一緒に水につけられるので入れたいと思います。冷たい。あ、そうでもないもん。今ですね、猪苗代湖からちょっと走ったところのまた違うあのスカイラインっていうね、道がねいろいろあるんですけど、そこを走ってたらちょうどねいい湖があって、ちょうどね夕日の時間だったので、このカメラあのインターバル撮影っていう、いわゆるタイムラプスっぽいような機能の、撮影の仕方がねあのできるんですよ。あの太陽がこうぐーっと下がっていくようなやつ、あれタイムラプスっていう撮影の方法を使ってるんですけど、インターバル撮影っていうのであのインターバル間隔でこう撮影ができるモードがあるんで、ちょっとねせっかくなんで試しに撮ってみたいと思います。うわ、すげえ、いけるじゃん。しかもこっちあれがこう山からこうやってきて天然の温泉になってます。さっきねちょろっと入ってきたんですけど、あの38とか9ぐらいのあのお湯な感じ で温泉の成分なんで、なんて言うんだろう、なんか硫黄臭いというか、でもねここはねもう本当になんかこう自然でできた、なんだろう、カルデラっぽいよう なんかそういう感じのイメージのところからこう湧き出てる天然の温泉地帯になります。完全に無料だし、完全に24時間だし、もう行きたい人はぜひ行ってみてください。でですね、冒頭にお伝えした通り、あの福島のねあの撮影で来ていまして、で今日がね秋日の、いわゆるほぼほぼ最終日なので、場所のね紹介というか、なんかこういう感じのね Vlog にはねここでねちょっと終わりたいなと思うんですけど、まず福島にはね
いっぱいなんかこう比喩的な秘境がいっぱいあったりするので、ぜひ行ってほしいなっていうのと、やっぱりねちっちゃいがゆえにポケットにも入るし、あと水にもつけられるんですよ。温泉はねちょっとね危ないかなとは思うんですけど、でもね使い勝手めちゃめちゃ良くて、でセルフィー棒になる三脚っぽいようなやつも一緒に使ったので、ぜひねそちらも気になる方はチェックしてみてください。でまた別のね YouTube の動画で、福島全部のね Vlog としていろんな、ね、ものがまたね違うやつで載せてるので、ぜひねそこら辺もチェックしてみてください。あとここのね湯本の写真をインスタグラムとかにもアップすると思うので、それもねぜひチェックしてみてください。ということで今回の Vlog はこちらで以上になります。クラックアップ。Good as gone.